岸田、岸だ。お前異次元からやってきたのか。異星人か。どうなってんだ。異次元の少子化対策。何若い世代からようやく政府が本気になった。と思っていただける構造を実現すべくつうことは、やっぱり本気じゃなかったんだな。やっぱ本気じゃなかったんだろう。で、これからも別に本気じゃないよね。若い世代からようやく正規が本気になったと。まあ、本気度が見えるような、 オブラートに包んだ異次元の政策ということで、なんかあれだよね、消える魔球みたいなやつだよね。昔の野球版のように。うん。さすが、異星人。宇宙人、こんにちは。異次元の異次元星人でした。いや、さすがだ。ようやく政府が本気になったと。思っていただければいいけども、相変わらず、大して本気でねえなってところが、まあ若い世代が思うところじゃないかな。頑張ってください。